デッドボールの後ですけれども、テーピングして今巻いてるんですね。まだね。差し掛かってまいります。かっ飛ばせ尾形、広島市民球場。セットポジションからファールです。ウイニングショットということではどんなボールでありますか。やっぱりまっすぐのスライダーですね、はい、外野陣が幾分前に守っています。使い道もちょっと難しいんですよね。カープの場合はね、ジグザグ打線組んでるんですよね。ショーダーまあどういうんですか、スイッチですからね。そういう意味ではね、続けて左がいないからね、出しづらいところもあったんでしょうけどね。抑えるあるいは弾かないっていうのは、これはキャッチャーの基本なんでしょうね。なかなかできるもんじゃないでしょうね。ね、吉原はね、もう顔がついてますからね。この吉原いう選手の一番いいのはね、ボールを恐れないです。いますよ、みんな、それならいいキャッチャー揃ってます。特にね、吉原いいですよ。2エンド2の平行カウントです。センターバックタッチアップはしません。